北海道様2軍の一様2軍は、北海道日高振興局の軍、人口4087人、面積364.3キロ平方メートル、人口密度11.2人、平平方メートル、以下の1長を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記1長のまま変更されていない。江戸時代に入ると、 マサキ藩の商い鉢行政及び、場所受家を犠牲による様に、場所が開かれ、様にには、北前船が寄港することもあった。江戸時代初期、1635年にポロ内、川上流で金鉱が発見され、幕府直轄の東金山金鉱山が、大勢の和人を集めていたが、1669年の、釈社員の戦いに伴い、東金山金鉱山が閉山を余儀なくされる。 江戸時代中期の1706年住吉神社の全身の勝社が創始されている。陸上交通は都東国の函館から道東や自島国方面に至る道の途上であったが沿岸部に通行の難所があったため完成11年に江戸地取締御用を命ぜられた大河内全米正都市が中村小一郎、もがみ徳内らに明治冬島からホロマン館に 道帝三里尺の様に山道を改作、中継地点として、ことに昇級所も設けられ、その翌年、井の大忠敬も通行している。様に山道が改作された年、様に場所は、天領とされ、江戸時代後期に入ると、南部藩による様に山道修繕が1802年12月から、翌3年にかけて行われる。また、様に山道には、後年、 松浦武次郎なども通行している。1806年幕府により、江戸山漢字筆頭寺院であると、院が混流される。自覚大師縁人や縁空がこの地で修行したと伝わり、サマニに混流されたという。1821年一旦、正木藩領に服すが、1855年再び、天領となり、仙台藩が警護を行った。1862年、 様に三サ開改作に尽力した、斉藤和助を忍び、和助地蔵村が混流された。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、様に軍が置かれた。北海道1.2級町村政止工事の猿軍の町村。ありがとうございます。